皆さんこんにちは。なるほど天です。今日も青鬼オンラインの、ガチャですね、引いてみたいと思います。今回とうとう念願のですね、ゾウスキンちゃん出てまいりました。いや、前ですね、夏美さんから教えていただいてですね、ゾウスキンちゃんが出るかもですよと、で画像も見せていただいてたんですけど、それからあれですよね、もう数ヶ月経過してですね、とうとう待ちに待った噂されてたですね、ゾウスキンちゃんが出てきたと。しかもものすごく超特大って書かれてるから、サイズがですね、わざわざサイズ比を載せられてるってことは、それだけ大きいってことですよね。さあ、夏希さんとかヒロポンさんは10連とか30連で出ましたということでしたけど、まあ300連引いても出なかった方もいらっしゃいますので、私どちら派ですかね、出ない派ですか、もしかしたら。提供割合だけ見ますか。何パーセントですかね。え今押したはずなのに始まっちゃった。さあ出てほしい。なんかもうこの、私スマホで今動画撮ってるんですけど、この画面マックスのスキンとかも見てみたいですけど、まあ遊べないですかね、そんなに大きかったら。パオーンって言いながら、ゾウさんスキンが、あ、そういえばゾウさんのワードって何なんですかね。さあ、全くかすりもしませんね。さあ、提供割合見てみましょうか。わあ、0.12%。スイカマンとフーリンちゃん、フィッシュさん。前回と私、前々回ガチャ引いてませんので、まあ、ですので今、300連回せるぐらいですね。お金、青銭溜まってますけど、まあ、それも今日までですか、こんなにたくさん持ってるのも。まあ、私、毎回溜まるの結構早い方ですけど、なくなるのも早いんですよね。まあ、むしろなくなる方が圧倒的に早いですけど。抹茶さんが今日のライブで、187万枚ですかね。青銭に貯められてると、貯まりましたと。カーブ隊長さんはですね、ガチャ増産スキン欲しいから課金されるみたいですね。星3確定ですので、まあ星3確定でもゾウさんかどうか分かりませんけど。さあ、全く星3すら出てこない。まあ最近オニオンラインさんもログインボーナスとかで毎日3000枚とかいただけますから、10連ずつ引けますよね。さあ出ないですね。なんか同じキャラクターちゃんたちばっかり出ますから。あ、固まっちゃった。あ、よかった、戻ってきましたね。なんか今設定しちゃったような気がしますけど、期間限定7月22日まで。今日は、あ、期間短いですね。今日20日ぐらいじゃないですか、4月の。もう夏休み昨日から入られてる方はたくさんいらっしゃるみたいで、いや、いいですね。夏休み満喫してください。まずは宿題ですよね。皆さん結構初めに宿題される方多いみたいですので。あと終わったらもう本当の夏休みですよ。ナロノ君は宿題最後までやらないで、後でヒーって言いながら泣きながらですね、宿題がって言いながら、まあ、全然やってなかったから悪いんですけど。いや、懐かしいですね、学生時代。お、傘女の子ちゃん。皆さん夏休みはどこか出かけられますか？やっぱ夏休み長いですから。まあでもご両親の方があれですよね。休みじゃないと旅行とかはやっぱ行けないですよね。社会人になると夏休みなかなか取れませんので。まあ、私の弟ちゃんは夏休みは1週間ちょっとですかね。休み取れてるみたいで。お、お月さん。おお、嬉しい。ニューですね。さあ、この調子で、ゾウさんも、出てほしい。さあ、ゾウさん出るまで、星さん、いくつ出ますかね。私の予想では、3体ぐらいですかね。いや、ほんと、ゾウさん入ってるんですかね。ゾウさん入ってたら、宝箱を大きく振ってくればいいと思うんですけど。おお、
ダイバーさん、私持ってない。初めて見ました。おー、ヘンゼルグレーテルじゃん。お、これもしかして格変モードみたいな感じですか？まあ、パチンコで言うあれですかね。連続で当たり出ますよ、みたいな。さあ、月が来たみたいですか？いや、さっきお月様出ましたけど。さあ、ちょっと、タイさんのダジャレ風になっちゃった。月が出て、月が出ちゃったみたいですね。お、しかも今、マクドナルドさん、チキンマックナゲットが、15ピース390円と。広告見かけると買いたくなっちゃいますよね。あ、ニケちゃんもですか？いや、わかんない。この顔文字なんですかね。横文字、横文字っていうか、おお、バイカーミカちゃん。あ、私持ってますけど、虹色になりましたね。後ろが、レインボーに。結構出ますね。もう3個出ましたね、星さん。おお、死神ちゃん。やっぱ格変だ。ずっと、星さんがたくさん出てくる。いや、こんな出たらもうゾウさん出てこないんじゃ。出ないぞ、みたいな。さあ、タイトル、星さんだらけにしますか。今回は。まあでも、欲しいのが出ないっていうのも、あれですよね。まあ、ニューも何体か出ましたから、嬉しいですけど。ガチャってそういうもんですよね。狙ってるものが出ないと。ブレッドマンくん出すぎじゃないですか。普段私パンあまり食べないからですね。今日は、たまたま、ラスク食べましたけど、パンをなんか揚げて、周りをお砂糖でまぶしたようなですね。あ、また設定しちゃった、間違って。さあ、今100連ぐらい回しましたね。あと7万枚ですか。お、迷彩服たけしちゃんは星3ですかね、多分。いやー、今回星さん多いですね。けど多分、ものすごく回さないといけないので飛ばしてますけど。あー、ダメですか。あ、やっぱ、迷彩服たけしさん。星さんですね。私持ってますけど。まあ、裏逃げとかでも出ますからね。お、桃太郎くん。ゾウスキンちゃん出たらなんか、おお、ダイバーさん、なんかお祝いでなんか食べたいですね。アイス食べますか？マックシェイクさんにしますか？10円早いですね。こんなもんですか？さあ、お願いします。もうそろそろ。お、黒髪女子ちゃん、懐かしい。出ないですね。結構偏りありますよね、ガチャ。毎回、全員さん3連発って、何ですか、これ。ずっと全員さんが潜んでたんですか？あ、そういえば全員さんで思い出しましたけど、正金さんの資金が出たみたいですね。先ほどもワードで出てましたね。追加されてました。最近どんどんスキンが増えちゃって、遊ぶときにライブとかでもですね、使いたいスキンがたくさんあって、なかなかですね、全部お見せできないと。お、パンダマンちゃん。さあ、終わっちゃいましたか、10連。ではでは、あと6万枚ぐらいですか。あ、固まっちゃった。少々お待ちください。さあ、今、もう10回回してみたんですけど、ちょっと動画がまたバグっちゃいましたね、途中で。お、悪魔くん。今、広告を見たんですけど、今、1回300枚ですからね。いいですよね。しかも今、青逃げしたら500枚で、動画視聴すると、3倍の1500枚ですか？すごいですね。抹茶揚げパンさんが教えていただきましたけど。
大量ですよね、青銭。まあ、それぐらい持たないと増産資金出ないぞと。あ、また設定しちゃった、なんかもう。さあ、行きましょう。あと5万3000枚。心持たないですね。いや、皆さん、増産資金すごいですよね。出されてる方。あ、バイカーたけしくん。今回、星さんが多いですね。割合。増産よりももっと低いはずなんですけど、星さんの方が。お、ランドセル小学生ちゃんも。何回か出ましたね、今日。さあ、下は広告あれですかね。野球ですね。野球もテレビでたまに見てますけど、ソフトバンクさんですね。福岡なので。あ、また広告変わっちゃった。あ、私も遊びたい。乙女ゴシックなんちゃらさんですよね、確か。あ、違う、逆だった。ゴシックは魔法少女だった。さあ、なんかツンデレ全開ですけど。いや、下の広告も面白いですよね、見てると。魔法乙女さんですか。シューティングゲームですよね。アーケードゲームとかですかね。ゲームセンターで置いてた時は、たまに遊んでましたけど、シューティング。ソフトを買ってまでは遊んでないですね。今、スマホさんで遊べますからいいですよね、シューティングゲーム。まあ、インストールはしてますので、まあ、時間があったら、今度ですね、動画をお出ししたいと思いますので、ぜひですね、お楽しみくださいませ。さあ、ダイバーさん結構出ますね。曇ってて見えないと。ああ、私とか、メガネかけられてる方とかそうですよね。いきなり自分の息で、メガネが曇っちゃうと。そういう時大変ですけど、さあちょっとあまりにもゾウさんが出なくて困ったぞと。さあ連打してるから出ても気づかない可能性ありますけど、ライブ中とか皆さんのコメントを見せる時にですね、画面見てないのでそういう時見落としやすいんですけど、さあ、なぜかちょっと動きが重たいですね。さあ、あと4万1000枚ですね。皆さん予想で私は何連で増産出ると思いますか？結構毎回ガチャ動画でお聞きしてますけど、お、雨の少年ちゃん。すごい。星さんは今回ものすごく多く出ますね。さっき10連で2個も出ましたし。大体こういう、あれですよね。何連で出るでしょうって問いかけたときは、私出ないパターンが多いんですけど。まあ今台風が来てますので、今日沖縄に今、いるみたいですね、台風。ですからこれから福岡に来るかですね、来れるかわかりませんけど、本当、急激な大雨は、道路が冠水したりしますから、車とかでも出かけない方がいいですね。おお！太陽くん持ってますけど、月ちゃんと太陽くん出ましたね。新しちゃん欲しいですね。さあ、やっぱ出ない。でもまあ復刻でまた出てくると思いますけど、増産資金も。まああれですかね、ニケちゃんとかネズミのニケちゃんとか出てますけど、今度エトシリーズとか出てほしいですよね。ねえ、牛とらう、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、糸。まあ皆さんのエトをお聞きしたら年齢が基本バレちゃいますので、12年ごとに1回回ってきますからね。ナロドくん30代ですから。多分、エトを言っちゃうと年齢がピンポイントでバレちゃうと。まあ、私は、
象年ですけど、象年ってないけど。あと100年しか回せない。いやー、出なさそうですね。出てものすごく喜びたいんですけど、喜ぶ準備をもうしてますよ。なんて言いますか、やったーみたいな感じですね。出ましたーと。待ちに待ったーと。出たぞーとか、なんかそんな感じですかね。ちょっとシミュレーションしてみましょうか。皆さん、なんて出た時叫ばれましたか？出られた方は。わあ、本当みたいな。半信半疑みたいな。ああ、出ないですか。もうなんかこれ以上、爆死動画出したくないですけど。結構回してるんですけどね、毎回。なぜ青鬼さんのガチャ動画ってこんなに出てこないんですか、私撮ってて。後から遅れて出てくるパターンが多いですけど。あー、見たいのに出てくるところが。もう何見てるのよみたいな感じですか。さあ、あと80連です。迫ってまいりました。まあ、いつも私の青鬼くんのガチャ動画ですね、ティナさんがご覧いただいてて、後でですね、何が何体出ましたってちゃんとご覧いただいてますから、いや本当ありがとうございます。すごいですよね、集計されていると。あとにゃんこ先生さんたちとかですね、今回何連回しましたねと教えてくださるから、私途中でですね、何連回したか分からないと。まあでも今回は確実に300連以上回すしますので、出ないと。10万枚ですよ、10万枚。もう、ガチャに使わなければ美味しい食べ物を食べれたんですけど、先ほど私お昼ご飯になんと贅沢でちょっとステーキを食べちゃってですね、今お腹いっぱいなんですよね。さあ、何の自慢なんでしょうか。いや、夜もお肉食べたいですけど、大体あれですよね。お昼いいもの食べた後って夜そうめんだったりしますけど、夏とかですと。夜はさっぱりみたいな。私、おとといがそうめんだったからですね。夜ご飯が。あれも欲しいですけどね。流しそうめんですか？今なんか機械売ってますよね。あの、上から流れて、そうめん流れてきて、下まで行くと、機械が下のそうめんをですね、上に持ち上げながら流して、上まで持ってきてくれると。で、また上から流れ出すと。なんかああいうのを見ると欲しくなっちゃうんですけど。まあでも買っても多分夏休みに2回ぐらいしか使わないと思いますけど。今のところ、今年、電動のかき氷機購入したんですけど、本当まだ2回しか使ってないですから。自分で作ったら美味しいですけどね、かき氷。いちごシロップと練乳をかけて。食べるんですけど、ああ傘の女の子ちゃんもたくさん出ますね。やっぱ雨シーズンだからですかね。もうすぐ梅雨明けるんじゃないですか。梅雨が明けたら本格的に暑くなっちゃうと。まあ今もクーラーつけてますけど。水遊びもしたいですね。ゾウさんのスキン見てると、ゾウさん水遊びしてるイメージしかないから、お鼻でパオンって水を吸って。でも自分の背中、鼻が長いからですよね。自分の背中に水かけられますから、いいですよね。まあ、シャワーがあるから別にいいんですけど。ああ、ちょっと、もう20分ぐらいガチャ回してますけど。いや、ガチャ回すのに時間かかっちゃうと、もう300連一度に回すみたいなコマンドないですかね。で、300個ぐらいスキンがダーって上からずらーって並んですね。あとはスクロールするだけでいいと。そういう機能欲しいです、ぜひ。なんかこういう動画で
なんかこういう願望を言ってるとあれですかね、叶ったりするんですかね、どなたかが見てくださってて、ああそれいいですねみたいな、なるほどさみたいな、機能追加しましたと。まあそれか販売機能とかも欲しいですよね。なんかどんどんいろいろ言っちゃいますけど、増産資金10万アウゼにて購入できますみたいな、じゃあ私そちらでポチッと押して買いましたみたいな、出ましたみたいなことを言って、なんか動画撮って終わりそうですけど、10秒くらいで終わりそうですね、それでしたら。パンタマンさんも多いですね。なんでですかね。いやー、本当ですか。本当に出ないですね。10連で出られてる方ってどうなってるんですか、ちょっと。同じ青鬼オンラインさんじゃないんですかね、もしかして。あー、あと10連。頑張れば、ちょっとあともうプラス10連いけますけど、お母さんもよく出ますね。さあ、あ、違う、ちょっとアクションが少し変わると期待してしまいますけど。まさかの。まさかですか。ちょっとあと、諦めきれないんで、あとちょっと青銭400枚ほど稼いでまいります。では本当のラスト10連ですね。行ってまいります。いや、もう悲しくなってきちゃった。さあ、出てください。おお、ブレッドマン君、何体目なんでしょうか。もう泣きですね。船員さん。船員さんじゃないです。船員さんですね。さあ、4体目ですか。船員さん、5体目と、グリーンちゃん、カプロンナちゃん、グリーンちゃん、あとお二人。あー、さあ、選手ミカちゃんで、終わりと。いやー、悲しい。まさかの何連回したんですかね。330連か40連ぐらいですかね。10連もちろん動画をお載せできなかったですけど。いやー、ちょっと、ナロウ君落ち込んじゃいます。もう今日の夜8時、青鬼オンラインのライブで皆さんにちょっと慰めていただきたいと思います。ではですね、皆さん、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。あと、フクロウちゃんとかですね、まだたくさん、ブタちゃんスキンとかもありますので、そちらも動画ですね、ゲットするところぜひですね、お載せしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。